今日はやっと晴れました。3日間雨だったけど、本当北海道みたい。さて、出ますか。今の管理人さんかな。管理室の方にはいないな。じゃあやっぱ今のがそうか。じゃあこの某キャンプ場からタピー崎の方に向かって登ります。早速暑いな。ニコニコ生放送の方は8時半から予約しているのであと15分後。さて、でやっぱきついな、ここ。よっと。最初にはきついな。あれが道の駅かな。道の駅みんまや。よいしょ。ピザキの立つは、画角が多い方だったのか、画数が。アジサイが書いてあるってことは、ここのアジサイは、名物というか、アジサイが多いのかもと思った。
中は何だ。この感じは駐屯地かなっかな。間違えた。こっち。よいしょ。おはようございます。階段国道、あれ放送中に来ようかな。あ、やっぱ開示だ。階段村道、こっちは村道で、こっちが階段国道か。除雪しておりませんのでご注意願います。なるほど。あ、まだ道路で行けるんだ、東大の方は。階段国道、自転車をしては下れないかな。かなり標高差あるはずだけど。うわぁ、あ、スロープある。いけるか。いけそう。標高差70メートル、読売ランド1個分だ。ランド坂1個分。おっと、あと7分前。青函トンネル本州方基地流旅。お、あの手すりのとこに龍がいる。よっ、あっち。もう相当の竜だ。尻尾の方も頭になってる。
いや、うわ、なんか島があるな。ああ、見える見える。あれは何半島って言うんだったっけ？松前半島でいいんだっけ？北海道が見える。お、あと4分。じゃあ、ここで準備して歩いていくか。よいしょ。GPS 録も一応取るために、ああ、また抜けた。あと50秒。50キロ走って20いけるんじゃないですかね。今の私の脚力なら。開始。今日渡りますよ。おはようございます。あれ？まだ待ってないか。今日ですよ。よし。おはようございます。9時20分。あと50分か。若干厳しいな。おはようございます。中高年のアイドルと言われるとどうなんだろう。ムッと来た方がいいのかな。どうなんだろう。まあアイドルではないが。おはようございます。いきなり坂無理無理。じゃあ賭けだ。あ、今ここ。そうですね。おはようございます。昨日の場所ではですね、船虫は全然、あ、そう、昨日の炊事場、トラブルという話でいうと、今朝6時ごろテント撤収してたら管理人さんが炊事場に来て、で声かけたら、あ、いたのかってびっくりされて、私はいつも存在感がないんで、ですいません、勝手に雨宿りさせてもらったんでキャンプ代払いますって言ったら、いや、いいよって言われました。何が昨日のまま。放送詳細、あれ、放送詳細は、あれ、
おかしいな。あ、フナムシ。フナムシは結局写真撮りませんでした。特に撮る気にもならなかったな。うじゃうじゃいたんで。おはようございます。で、あとですね、テント張ってフナムシだらけの炊事場で寝たんですけど、夜ですね、テントの上にボトって落ちてくる音とか、あと壁沿いにゴソゴソいう音が結構するんですよ。あ、そっか、ルート予定か。すいません、ルート予定は、難しいな。まあ、海沿いにずっと行くっていうだけなんですけどね。そう、なんか、ボトって落ちてくる音が10回ぐらいしたかな。ただ、蚊には刺されなかったし、あと朝目覚ましてテントの周り見たら、1匹もいなくなってました。フナムシは本当に完全夜行性なんですね。夜外にいたら、クイの周りとかフナムシとかダンゴムシうじゃうじゃいたんですけど、朝になったら皆さんログアウトしてました。単体の、そうですね。そう、冬景色。あれ、冬景色じゃないのかな。そう、フナムシが。フナムシパーカッション。で、ここはタピザキです。私もこれから初めて、トロッコ。ああ、海底へ聞いてないんですよ。そう、フナムシと一夜を。じゃあ、今、ここまで汗かいて登ってきたんで、これからタピザキの灯台に登ります。灯台しか見せてなかったんですけど、周りこんな感じです。どっちかっていうと、そっちに隠れてる向こうの方の、あ、もうお土産屋さんやってるな。焼き方とかもやってる。何がセーフって。北海道のですね、地球岬とかのあたりに似てるかな。お金、いらないって言われました。申し訳ない。管理人さんに、そう、船虫に守られて。まあ、ゴキブリが量いたら私は耐えられないけど、船虫は大丈夫かな。あと、フナムシはゴキブリよりもですね、目がはっきり見えるんで、ゴキブリよりはよっぽど見た目可愛いです。しかも、心当たりのフナムシ案外逃げないんですよ。本気で走って逃げないんで、ゆっくりめんどくさそうに逃げるんで、意外といけます。その対決。実際。意外とフナムシの目は可愛い。目がでかいし。フナムシはまあまあ可愛かった。いますね。ゴキブリより、そうですね。いや、足の本数が問題じゃないんです。本気で逃げるのと、あと何かな。体がちょっとやばそうに見えるのはどっちも一緒か。おう。テントの中はバッチリ閉め切ってたんで、蚊も入ってきませんでした。新得そば、確かそうじゃなかったですか。新得そばは知らないが、トウモロコシの巨大迷路なら知ってるって言われた時ですよね。おお、本当いい天気でよかったです。雨降ってないって本当に素晴らしい。いつも晴れだったけど、ここまで雨降られたの初めてですよ。で、今回に限って雨装備完璧だった。水平線ですね。おはようございます。で、ここの問題は、ここの目玉は、やっぱり北海道が見えることですね。本当に天気いいです。で、これがタピザキ灯台。タピザキの立つっていう字は、あれ？ちょっと待ってよ。ここに立つで竜って、いわゆる西洋のドラゴンとかを表すときの竜と、この中国系の、北海道あります。かなり行ったことあります。両方あるのか。両方の竜の表記があるんだ。海上保安庁は、画数が多い方のタピザキを書いてますね。で、ちょっと、灯台が白すぎて空が真っ黒になるな。写真で撮ると。当て字。ていうか、どっちが正しいんでしょうね、正式には。国土地理院と海保がなんか別のこと言ったりするんじゃないかな。一応、国土地理院は何て言ってるかっていうと、書いてない。灯台マークが書いてあるだけだ。ボツ。灯台です。あ、そうそう、麦草峠が本当にあの時降られたから。そうですね。
たり、どうなんでしょうね、こういうのって結構こだわると思うけどな。ああそうそう、桜井さん、おお、見える、ちょっと電波塔が邪魔だけど北海道見えますよ。左手方向が松前半島で、右手がなんだっけ、右手の方のあの半島なんて言うんだったっけ、函館のある方が右手の方で、左側、前、あ、左の方はあれ島田さんと回った方だな、松前半島、松前の上、松前祭りかなんかやってたんだったかな。ボイミ聞こえ、ボイミはですね、皆さんにも聞こえてないし周りの人にも聞こえてないんで、逆にあれですね、一人で喋ってるように見える、聞こえるから、案外周り聞こえてる方が気は楽かな。最近慣れてきてた、それに最近ヘルメットにスピーカーを、ヘルメットにスピーカー貼り付けて周りに音が聞こえてたんですけど、あ、うっすら今スピーカーっていうか、ピンマイクが壊れたんで、普通のヘッドセットでイヤホンで聞いてるんで、周りの人から見ると完全に独り言です。函館はですね、どれだ、函館は見えるかな、あった人ですよね。函館山は温泉、あ、この辺り温泉あるんでしたっけ。あ、函館山は江佐岬の手前あたりにあるのか、あの山並みの手前に隠れて、函館山あるみたいなんですけど見えないな、どれだ全然わからない。システムを誰かが開発してましたね、どなたかが、某人が、それがしの人が、見えます。で、北海道のことかな。おお、あ、結構寝たみたいですね。朝ちょっと寒かったけど、で今回まだ寝袋使ってないな。晴れてます。丸い、それ地球岬っていうのが北海道にあって、確か苫小牧とかあの辺りの近くじゃなかったかな、行ったことあるのに場所忘れてる。で地球じゃなくて確かアイヌ語の地域な、何だったかな、なんか似た言葉の当て字らしいですけどね。かけ、ああこれですね。まあでも手前に草があるから転げ落ちてもまだ止まりそうで、まだ大丈夫、飛び降りるのはやめときます。ああなんかあれ、雲が反射してる、海が白く見えてるのかな。あ、写真に写るかなこれって。というわけであっちが北海道ですが、今回は足りません。下北半島は、あ、ありますね、あっちですね。あっちの方がすごいな、なんか今から何をやった。礼文島は今回行かないです。あれ、人の顔が、これどれがどれなんだろう。あと念のために、大して解像度高くないけど iPhone でパノラマ撮っとこう。乗りましたね。だって乗るなとも書いてないし、乗れというふうにしか見えなかったんで。ちょっと待ってください。フォトシンスで、恐山にはどうかな、行けるかな。突き落としたい、あなたは大変危険ですね。よっと、オレゴンさんはどうだろう、もう出たかな、結構朝早く出たんじゃないかな。前に見える施設は、これは近くに海事の基地があるんですけど、基地というか駐屯地っていうのかな。長い休暇です。今日の最終目的地はですね、下北半島に渡った後のことまだ何も調べてないし考えてないんです。今日は宿泊まらないと充電できないんですよね。こっから見えたらあの島何なんだろうな。何人かがよ、とり
本州最北端ではないんですよ。ここは下北半島の方が、大間崎の方が最北端。恐れ山は大間まで行きたいですね。ただ残り、今日含めて残り6日間で行ければの話、まあ行けるでしょうね。タイムシフトは半島渡ったら、あ、ちょっとそれは後で考えます。フェリーに乗るとこまでしか今日実は何にも考えてない、調べてない。向こうに民宿とかが存在するのかどうかもわからない。もしかしたら一面の荒野かもしれないし、やばくなる。でもなんか見渡す限り結構全部になんか陸地が見えるんですよね。周り全部に。もしかしたらあっちの方に霞んでる、 あっちの方が三岬かな。電源、公園に電源は多分ない。なんかアナウンスしてるな。うん、朝ごはん食べました。あ、フェリー絶対必要になると思いますね。1日2本しかないんで、フェリーは。さて、じゃあ行こうかな。今ここには旅人っていう感じの人はいなかったな。旅人か、佐田岬？フェリー降りたら、北の方かな。でも、宿がある方向にとりあえず行くと思います。でも、着いて3時だから、泳げるか。泳げるか、泳ぐか。トンネル入り口、でも確かあれ有料施設ですよね。うわー、いいかな、いいかな。で、もう何年前か忘れたけど、以前向こうの、なんだったっけ？戦時中の何がある？あ、電波、この辺はありますね。今のところ安定してますよね。この感じは。皆さんから苦情が出てないからわかる。アウトリーブ、本当に浮くらしいですからね。ライブカメラありますか、ここ。ライブカメラが手軽に行ける場所にあるんだったら一応行きますが、でもライブカメラって大体、例えば10人20人が見ただけで落ちるというか、まともにアクセスできなくなるんですよね。あ、そうそう、真正面に見えてるあれ、あそこが海事がいるところです。あ、そうそう、階段国道、あ、そうだ、階段国道行くつもりだから、ちょっとトンネルの方には行けないかな。階段国道横にスロープがあったんで、標高差70メートルもあるけど、あれ、こっちじゃない、危ない危ない、来たのはこっちですね。下風呂っていうのはこっちの方ですかね、それとも下北半島の方ですかね。下北半島の宿確保しないとな。できればフェリー乗る前に。プーナ、今更何言ってるんですか。これのことですよね。あ、下北の方なんだろう。あんまり格式高いとお財布的にあれですけどね。このシルエットです。で、ちょっと降りる前に、今車が入ったあっちの方の、あそこに無料休憩所って書いてあって、あっちから見える景色の方が多分インパクトあるんじゃないかな。バルカン方とはちょっと違う。あ、くしゃみ出た。はっくしゃみが出た。おはようございます。あんまりゆっくりしてるとやばいですね。フェリーの時間が9時に出たとすると、時速10キロで計算すると14時ぴったりについてしまうからやばいよな。まあでもせっかく先っちょの方に来てるわけだし。うん、沢、いらっしゃいませ。
よっと。スイス、フェリー乗るつもりです。乗船、そうですね、一応8時に出て13時ぐらいに着くつもりだったんですけど、ちょっと急いだ方がいいかな。目的地は、いや大して登りないです。ライブカメラ錦帯橋の時ですかね。何の時間が、フェリーで下北半島、青森県の2つの角のうちの今片方の角の先にいるんで、もう片方の方にはここからというか、しばらく移動したところから渡ります、フェリーで。お、なんとか函館要塞重砲連隊第二中隊、これって今の組織なのかな。で、なんか太宰の道とか書いてあるんですよね。太宰関係の話があるのかな、この辺りは。あ、函館さん、ああなるほど。でもそれと、まあこっちに確か近いですけどね。そうですね、現在ってことですかね。北部71部隊第2中隊第2砲座跡、ここにもあったんですね。じゃなくて、間が空くとちょっと分かんなくなるな。そう、欄干がですね、竜の胴体が欄干になってて、端っこにそれぞれ頭があるんですけど、尻尾はないんです。両方頭、ほらここのところ、この感じ。こういう人いるんですか、これ。ものすごく北海道っぽい。さっきあれの、下に見えてるあそこのキャンプ場から登ってきたんですけど、いいか、管理人の人に一言聞いたわけだから大丈夫かな。そこのキャンプ場から登ってきました。タッピ警備所、なんか警備所って書いてあったかな、どうだったかな。牧草地みたい。北海道がちょうどこんな感じのとこ多いんですよね、海沿いは。まあ大分の一部だけですけど、ほんとよく似てるな。まあ、地理的にも近いし、リアス式海岸、いやー違うんじゃないかな。私もリアス式海岸は前避けて逃げたことがあるので実際見てないんですけどね。さて移動しなきゃまずいかな。稚内の、そうですね、あと宗谷岬の近くにもこういうとこありますよね。私は地球岬の周辺のイメージ。ちょうど陰影もいい感じですね、今天気が良いと。本当ですね、青空だったらもっといいけどな。こっちが、おはようございます。ゆかりの地、なんか文学のなんとかっていうのもあって、丘発る海の光に草山は読めない。黄色に管か、なんだこれ。なんとかの花の輝く哀れ。佐藤なんとか太郎。佐藤佐太郎って書いてあるのかな。今、日に当たってると暑いです。太宰治じゃないのか。ツーリングの。黄昏、黄色に、なんか難しくないか。黄昏っていう字とは違ってました。黄色に、まあ写真撮ったから後で調べよう。トンネル人廃根絶の日。あれはこれ草入っていいのかな。これもしかして苦しんでる人の顔ってことですかね。
黄昏、その青函トンネルを作った時の謝れ償えなくせ人杯、キスゲ、あ、キスゲか、スゲか、確かにそうか、そうですね、スゲか、スゲか、そうですね、多分そうですね。これは丸い形は何なんだろうな。でもこれは人杯っていうのはトンネル工事の時に、昔はその何ていうんですかね、フィルターとかちゃんとなかったんで、灰をやられて、まあ、亡くなったりする人が多かったんでしょうね。あ、おはようございます。ん？道が、あ、さっきの方の、さっきの景色ですかね。そう、ああいうなんか草っぱらというか、崖沿いをずーっとぐにゃぐにゃ、あ、トンネルか、なんか灰の形がどっかに入ってるのかなと思ったんですけどね、さすがにそんな生々しいのはないか。そう、ドラゴン、玉7個集めたら願いを叶えたりする系の方の竜ですね。で、ほら、こっちにも 青函トンネルの、そうですね、入り口の方はちょっとスルーしていこうと思います。この下駄履いてるような音は SPD っていうペダルと噛み合う金属が靴底についてます。で、こうやって石でできた石のタイルとかの地面だと結構ガリガリ言うんですよね。子供の頃、確かいつだったかな、ん？あ、歩きづらいってほどではないです。あ、稲田幸太郎さん、おはようございます。いや、すごいって。リューズ。時計のパースみたいな。なんか見当たらこうやってガリガリなる路面があるんですよね。例えばこういうとこだと、そんなにはならないのにな。うん。石川さりは行ってないです。下駄履いてないです。これはですね、SPD ペダルといって、ペダルと噛み合う金属が靴底についてるやつなんですよ。で、路面によってやってもいいか ん？冬景色流れてないですね。北海道の観光地だったらそういう曲がずっと流れてたりするんですけど。冬景色。津軽海峡冬景色。これはペダル漕ぐときに、登りのときとかに引き足を使えるっていうので、あんまり意識してなかったですけど、やっぱり普通の靴に乗って、普通の靴で乗ってみると違いが分かりますね。立ちこけ、うん。火のところ。そう、火はどこにあるんですかね。あるとしたら、地の下の方じゃないかな。冬景色、ああ。FMLE どうですかね。いや、ちょっと私から分かんないんですけど。名物焼きイカ、イカ刺し、マグロ刺身。どれも全部同じ時食べてるけど。あ、でもイカ焼きは別に食べたな。飯はですね、昨日カップラーメンだったから、赤プン、棒ラーメンだったから、そんなにうまいわけじゃなかったです。まあでもうまいかな。そう、珍しく。怖い、ああ、怖いかって言われて、そこまでではないかな。うん、しじみもしじみ汁を食べました。宿でもらってきたおにぎりを、あ、そう、新しいです。買って1、2ヶ月かな。どこナンバー？青森。ああ、見えない。ん？な、えーと、今、なんて言われたかな。まあ、自販機は途中にあるよな。人、いや、朝にしては結構いい方じゃないですかね。あのサプ、ん？浮いてる？あ、ニューバイク。とりあえず今喉乾いてるから、あ、昨日結構眠れました。6時間以上寝たんじゃないかな。半径取らない取らない。またでここにもしない。そう、タイヤ楽かどうか分かんないですね。違和感感じないのであんまり変わらないっていう感じかな。コーラ500、夜飲みましたけどね。景色の、う、そこまでして、そ
こまでしてかな、そこまでしてかな。そう、ちょっと今は暫定的にオレンジ色はして、つゆ焼きそば、あ、つゆ焼きそばってなんかあったな。あー冷たい。でもこの冷たさ今すか、しばらくしたらすぐにもう、あ、リンゴじゃないです、大丈夫かなこれ、よし、ご当地ないですねこっち来てから。あ、ゴブロ録画中です。ちゃんと録画できてるかな。あれ、せんべい汁は前どっかで食べたな。体感気温難しい、私体温計じゃないのでよくわかんないんですけどね。日に当たってると20、まあ30度ぐらいあるのかなの感じではありますかね。今日当たってないからそうでもない、風も来てるし。電話ボックス、あー、しかもグレー電じゃなくて緑色電話だ。うん、30度ないと思います、体感ってだけで日に当たってると。ん、綺麗に、うん、こちら、あれ、階段国道どこだっけ、さっきの下の方からか。あ、自動無料延長にしてるんですが、下り坂だけど階段があります。新青森で、そうです、新青森で帰るのは十何日だ、月曜日に、どこ通過、無料駐車場、ああ25度、そのもんかな。自動無料延長聞いてないな、聞けよ。延長で更新、あれ更新、あれ延長、無料延長できない、なんで、あれ延長してます、残り時間1分って出てる、もう一遍接続するか、ちょっと待ってください。今あのツールの方再接続してコメントも見えなくなってます。これで再接続したらもしかして30分のあの延長失敗詐欺はなくなるのかな。これで残り30分以上と出れば、どうだ、出ない出ない、あ、出た、残り、さっきあの残り1分って出てたんで、そうか、無料延長できたことを認識できてなかったのか。じゃあこれが、うわ、ただ30分になる前にツールの方でだけあの再接続してしとけばいいのかな、これからは。ちょっと新しい発見があった、多分これで終了詐欺ないと思います。じゃあ行きましょうかね、やばい30分使った。あ、防災無線のテスト、この辺りでもアナウンスしてましたよ。ローカルの話じゃないのか。で、どっちから登ってきたっけ。これ津軽半島の先端です。そう、ニュー発見。あれ、さっきどっちから登ってきた、あと雲、なんか雲がイエス、先っちょなんか黒い雲が。そう、下北行くつもりです、せっかくだから。十和田湖奥入瀬は今回はできないかな、列車移動すれば3日ぐらい使って行けると思うんですけどね。鳥山したい、いいでしょう。降らない降らない、降ってたまるか。ん、大島、トンビは鳴いてないです、全然聞こえないです。あ、基本的には曇りのがいいんですけど、旅はですね、今度の月曜までです。今日で4日目で10日間あります。あ、今日で5日目、あと今日含めて6日間。あ、延長詐欺なかった、ありがとうございます。お、自転車だ、下風呂っていうとこですか。おはようございます。5日目ですね、もう半分か、でもまだ半分以上残ってる。それさん、こんな休み有無を言わさず取ります。ああ、昨日の温泉はなんか泉質は特殊ではなかったんですけど、イサリビが良かったですね。イサリビ、イサリビ、あ、
ルートは内陸の、ちょっと待ってください。どうなるんだ？三陸海岸、三陸海岸か。あ、絶対ここだ。あ、ログ大丈夫です。ここだ。ここだ。津軽海峡冬景色火曜日。火曜日っていうのは一般的なもんなんですかね。すごいな。ボタン押すとなるんですね、これは。いや、ボタン式です。ほら、私歌歌えないんですよ。スピーカーどこに入ってんだろう。あ、これか。スピーカーだ。あ、スピーカーじゃん、ステレオだ。モノクロの人なんかで、お、フェードアウトした。で、え、ライブカメラどこどこ。ライブカメラどこだ。盗撮すんな、ライブカメラ。悲惨なるとこれ、私あの16タルトに見えるんですけどね。止まった。あ、あれかな、あっちかな。ウェブカメラ止まったか。電波かな、どっちかな。あ、止まった。あ、これはライブカメラ映った。 FMLE の問題か。よいしょ。あー、ダメっぽい。チョコロールケーキまたか。早速だよ。よいしょ。はい、いつもの通りの通常配信です。もうちょい前。あー、また FMLE がお亡くなり なりました。ダメですね。これか。立ってきてないけど、さっき歌が流れてたのちょうどいいタイミングでしたね。行き過ぎよっ。FMLE が死ぬと本当残念。うん、階段国道行ってみます。日の前、敵対関係。手振ってると どのぐらいコマスあるのかな。あ、ライブカメラ大丈夫ですかね。アクセスできてますか。普通10人20人いたら大体パンクしますけどね。ここはちゃんと回線確保してあるのかな。あと向こうにあのタッピの母さんって書いてある。何言ってるんだろう。あ、タッピ屋。あ、お土産も載ってるんですね。あ、映ってた。あ、こんにちは。いっぱいでですよね。そうなりますよね。さて、階段降りるか。どうですかね。コマスと映像はだいぶ悪くなったと思いますが、商売上そうですね。私は北海道のある島で、あのものすごく押しが強い名物おばさんに一対一で対峙したことがあって、その時はちょっとあの厳しかったです。あとこの辺り今あの咲いてるとは言い難いけど、あ、いやでも咲いてるな。アジサイが多いんですよ。で、あのそこの階段国道の下に書いてあるのもあれアジサイの絵。あ、ホズクで乾杯。
コミュニティ違う、コミュニケーション障害ですね。いや、私は旅行中はそうでもないですけどね。何だってって。じゃあ行きますか。動かした。そうか、可動式になってたな。初見さんいらっしゃいませ。ところどころ咲いてますね、まだ。この階段は除雪しておりませんので、ご注意願いますって書いてあります。で、このスロープがあるので一応自転車行けると思うんですが、標高差70メートルですよ。どんだけ時間かかるんだろう。これ登りは無理だな。が、日本酒ないですが、ちょっと待った。 ちょっとスロープが左に変わりましたよ。で、自転車右側でしか押せない私としては、左でやってみるか、一応。いきなりちょっと、客引き、一応いけるいける。ほら、一応左右す、やだ、やっぱ全然勝手が違う。逆向きに、結構怖い。排水溝、いや、これなんでか左右で太さが違うんですよ。このとこの幅が。また右に変わった。これなんだろう、曲がる方向によって変わるのか。きつか、うわっ、ちっち。今ドスッと落ちてきた自転車のペダルに足が引っかかって、結構後であざになったりするんですよね。あと落ち葉が多くて滑る。ブレーキが効かん。滑る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 。うわぁ。でも意外と、短いかな。落ち葉で全然、ブレーキは、効かない。しかもこの荷物の重さだから、クリートもそうですね。自転車の利用者は想定されてないと思います。また左変わった。でも右側今これまたがったらあかんです。無理です。一応フレームを持って、防水バッグが破れるじゃないか。よいしょ。難所です。押してるんですけど、いや、石垣の、国道です、国道です、国道です。これでも青崩れ峠とかにの山道に比べりゃ楽な方だと思いますけどね。よいしょ。もうちょい、階段でもうちょいで、まだあるか。いいですか。こんなに時間食ってちゃいかんのにな。この道の先に何があるかというよりは、この道が階段国道という名物だからです。もともとなんかこれ、道を別に作る予定だったのが、名物として残そうということになって、階段国道として残ったそうです。ちょっとこれは まだありますね。マジかよ。しかも半分終わってないぐらいなのかな、これじゃあ。でもここから先は木に隠れてないから、濡れた落ち葉はないんじゃないですかね。登らなくても大丈夫です。青函トンネルは今回ちょっと入り口のところはスルーしました。北海道もさっき見えてましたよ、だいぶ。よいしょ。標識は確か取りました。ふう、ここは楽でいいな。ふう、鮮やかな芋虫が。ほんと、なんであんな緑色とあんな模様してるんだろうな。現地見ないで、いや、わざと残したらしいです。
そういうの、なんかそう見えますよね。おお、あ、じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おお、あ、危ない危ない。さっきのアジサイが茂ってるところがまた下、濡れた落ち葉があって、それで滑り始めて、うん、バイクで、マジで。不思議な、まあ基本的に今、花は、花というかあれ、額ですけどね、は白くなって枯れてる感じなんですけどね、ところどころ青いやつがまだ残ってます。見た目で、ビビ、グラス、ため、警戒色ってやつですかね。警告色だっけ、サンカレア、うわじゃあ、うっ、はあ、ブレーキのかけ方難しい。あとなんか海岸が、あ、階段のこれなんか下が変わった模様の岩を敷き詰めた感じになりましたね。あ、気をつけます。うわ、まだ下何あるのか。ああ、まあ大変だろうと思ったけど、いや、準備運動。あとはだいたい平坦で、ところどころ登りが何か所かあるぐらいで、それの登りも100メートルもないぐらいです。いや、桜井さんはもうかなり進んでるだろうな。もしかしたら本当に9時のに乗れてるかもしれない。朝早朝出てれば、帰りは17だっけ、18だっけ、17日かな。乗り遅れてたまるか。うわ、なくなった。あ、いや、一応ある、津軽半島です。おう、よいしょ。あー、また左右変わった。勘弁して。その人はなんかビデオカメラで映像を撮りながらで、お笑いサークルの中でそのビデオを見せるとか言ってましたけどね。はあ、肩に沿ったら肩壊れるしな。長いですね。よいしょ、まあ、自転車は前提としてないですから、ここは。よいしょ。おらん、あお、とっ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 と。よいしょ。はあ、しよった。うん、いい景色ですね。よいしょ、漁港みたいですね。全重量は、自転車が壊れたら、あ、自転車壊れたら、交通手段はですね、割と近くに駅はあります。今、下を、線路が、トンネルの下通ってるので、よいしょ、うん、さら、あれ、井上康が泊まった宿が下風呂っていうところなんでしたっけ。下北半島の、あれ、ああ、よし、あれ、これミントかな。時速10キロ、あー、9時過ぎたか、やばいっすね。うん、フェリーに乗れなくても、あー、うん、乗れた方がなんか気持ちいいじゃないですか。スパッと、もうちょい、ありがとうございます。あ、う、滑る。あー、またそこで入れ替わってる。よいしょー、青函章章、あ、手すりが邪魔で向こうには戻れない。じゃあもう階段でパンクする危険性があるけど、よく寝れました。うわ、厳しいなこりゃ。最後のあの区間だけだし、担いで降りるか。実装、ちょっと待ってくださいね。こうしてここに手かけて、
せーの。いや、スロープ反対側にあるんですけどね、スロープが左右入れ替わるところで、15本安、よいしょ、じゃあ企画、そういう話じゃないんだけどな。とりあえず階段国道は自転車はあまり、特に重い自転車の時はやらない方がいいです。終わった。まあ大したことなかったな。標高差70メートル。ああ、手首が。あ、この間しばらく手首痛かったの、これのせいか。超えた。終わりました。ぎゅうぎゅう。下りで。僕が。あ、もうちょっとある。いや、スロープ自転車用じゃないと思います。おはようございます。こんなんで降りるもんじゃないですね。最後きつかったです。ねえ、なんか途中こういうのがあるんで全部あるのかなと思ったら、左右こう入れ替わりながら行くんですね。ありがとうございます。東北を青森県今回回ってるんですけど、横浜から新幹線でこれ持ってきて、で、能代、秋田の能代から五能線ってとこ通って、で、海沿いにこっちまで来ました。ありがとうございます。結構聞かれますね。ていうか、青森に来てから、話しかけ率が異常に高い。話しかけられる率が。こっちの人はみんなこんな感じなのかな。密集。海沿いは結構こんな感じですよ。かわいい。なんかよくわからない魚釣ってる。いいですよね。そう、鉛確かになかったな。ヒノキ担当、これからフェリーで。いいなぁ。なんか人懐っこいんですかね。いや、これ国道ですよ。何言ってんすか。どう見たって国道じゃないですか。青森の人は妙に話しかけてくれる。リスナーです。よいしょ。で、太宰治ゆかりの宿とかも書いてありますね。確認。いいですよね。かなり親切に海産国道知りませんでした。中のおじさんに、そうですね。そうだ、ちょい待ち、ポタファイをバッグの中に入れてバッテリーにつないとかないと。いい人そう。どうですかね。不審っちゃ不審だけどな。キャップありがとうございます。ちょっと待ってください。ポタファイを、2本目のこの、なんだっけ、パワーポンドに。こっちじゃない、こっちだ。つないで、で、パワーポンドボタンを押して、やあ、あるまじき。私は現地に行く直前まで何も知らないんです。これはパワーポンドというバッテリーです。自転車でですよね。登るのはまあないでしょうね、ほぼ。下るのは結構やった人いるんじゃないかな。で、割と後悔する。で、蓋閉めて。
を主張してます。心地よい風か。よっ。さて、じゃあ平均時速10キロオーバーで行かなきゃな。バックパッカーは何が？バックパッカーで旅行したってことかな。そうですね、海沿いの道をずっと行きます。やばいな、9時20分か。14時まであと4時間半。4時間半で50キロオーバー、やばいな。下北の方これから行く予定です。おお、バス、実は列車で行けます。列車でショートカットができます。14時の次は明日9時20分か14時しかないんです。白熊だ。白熊、ゴリラ、ラッコ、ライオン。何なんだあれ。どこ行くのって。無視すんな。どれを。リス。恐山は、向こうに渡ってからかな。まだちょっと、今後乗ると考えてないです。追い風かな。今この付近に、タッピ海底駅っていう、トンネルで降りる駅があるはず。そう、下北半島に渡るつもりです。北海道。今これで見えてるかな。ちょっとあまりよそ見してると危ないんで。潮来中継。潮来っていうのはまだやってるんですかね。観光の意味じゃなくて、本当に信仰関係で。フェリーで。ちょっとどこに？それじゃん。ザスか。もう GT だっけな。地下鉄、地下だし鉄だしそうかもしれない。縁起なんですかあれは。縁起を担ぐ縁起？お盆。そういうもんなんだあれって。昨日お風呂に入ったホテルタッピだ。宿坊1万1万2000円高え。疲れは今のところ大丈夫っぽいです。大きい町は今回どこがあるんだっけ。自転車さんの、この小月1億2000。ふつけ裏、ちょっと調べてみないとどの辺りなのか分かってないので。大間崎には行っときたいですね。どのぐらい山あるのかな、途中。仏ヶ浦。仏ヶ浦。だって読み上げが2日。なんかそういうふうに読むから、私のせいじゃないよ。交互通行。フェリー？ハリウッド撮影場所。斜面を直しています。最近この分かりやすい川が多いですね。喧嘩。電波良くないですかね。声だけみたいな感じかな。海沿いは大体どこでもある程度は電波あるはずなんですが、弱いですかね。ちょっつ。川屋。声だけですかね。スライドショー、こんなもんかな。FMLE するとこういう状況だと、数分のラグが出るみたいですね。昨日わかった。最強部かな？最狭部。馬屋、一文字の字ですね。荷台にだるま。
あとヘルメットの上とか、そのネタは知ってます、わかります。でもあの T シャツとかに行ってきたところのエリアを塗りつぶしていくとかいうのは面白いかもしれないですね。まあ自転車はジャージだから難しいけど、はあ、T シャツに、ああそうか、最近あのツイッターで話題になってた T シャツ1200円で作れるサービスプラス送料600円だったかなにすれば、あの白地図を印刷しといて、そう信長の野望的に白地図印刷して旅行の度にここをこう走ってますっていうのをT シャツで人に説明するのもいいかもしれないな。なんだあれ、果物かな。そうどうでしょうスタイルで、確かヨーロッパリベンジの時でしたかね、あれは。汗臭く、はあはあ、一覧、ああ2008年2009年あたりまではホームページに載せてるんですけどね、それ以降は生放送だから残してないです。ん、そういうのって iPhone は地図の話かな。 iPhone の画面だと年配の方に見せるときにはちょっと画面が小さすぎて無理ですね、 iPad じゃないと。うん、でも車も、あそうそう、昨日のあの立つ止まりラインでいいのかな、こっちに向かって走ってきた方向、あの道あんなに立派であんな観光道路なのに全然車いなかった。バンビ揺れてきたかな。これ厚手なんで全然なんかほずれる気配ないんですよね。まあ厚手だからかどうかわからんけど、ちょっと画像ちゃんと映ってますかね。なんだ今の音。うん、地図 T エリアごとに分けないと、全国だと見えないですよね、小さすぎて。だから行き先に合わせて一個一個作んなきゃダメかな。ん、軽トラっていうのは今な何の話だっけ。今日は野宿してました。キャンプ場の炊事場をお借りして雨にも濡れずにセブンイレブンで、まあ紙としてってことですね。でもなんか T シャツでやると面白いじゃないですか、ネタになるじゃないですか。うん、ネットプリント、うん、手上げてるところ一緒、どうでしょう、やってるわけとはちょっと違うんですけど、まあ一緒の趣味かなこれは。ん、ジップロックはなんて、おっと、ああプリンターありますね。今回で自転車であと走ってないところは長崎県が残ってます。実は行ったことあるけど自転車で走ったことはない。島とか行きたいですね。お、映ってる、あ、ログは全部残ってます。ただあの全部、あ、遅いです。沖縄行きました。沖縄行ってあと石垣島も行ったけど、石垣島は南端だけしか走ったことないです。本当は沖縄の那覇がある方の沖縄の本島は一応全周回ってます、数日かけて。電動、うーん、
島だったらまあ大丈夫じゃないですかね。そこまで長崎は平地がゼロなわけじゃないだろうから、なんか干してあるのか置いてあるのか、食用じゃないよなあれ。自転車禁止って。四国行きました。四国は香川県でうどん食ったのが最初かな。あと高知の方から走ったり、高知から四万十川方向に行って宇和島行ったり、あと室戸、沖諸島はないです。佐渡島あります。3日間かけて、2日半かなかけて走りました。佐渡島では風邪ひいて大変でしたよ。海外はまだ予定してないというか、気楽に行けなさそう。現地でなんかコミュニケーションで疲れそうな感じが。もちろん、お、何あれ、宗谷岬も行ってますね。軍艦島は長崎でしたっけ、あれは。仕事辞めてないと思います。はあ、変路か、筆談、ああそうか筆談か。軍艦島と見附島ってのもありますよね、北陸の方に。あれ北陸だったっけ、見附島。あれ見附島はセキュリティソフト、どれも好きじゃないです。これなんか中で工事中みたいですね。能登でしたっけ、あれは。能登半島でいいんでしたっけ。小石海岸のあたりでな、確か。小石海岸では郵便ポストの上に羽のついたハートのオブジェがくっついてました。橋島、熊本阿蘇山行ったことあります。もう一つなんだっけ、もう一箇所今言われた方は行ってないと思います。うわ、四国、ああ、いいソフト、うん、しまなみ海道は2回走りました。キローサにも登りました、無料の。私は今はサーバーの方はエッセンシャル使ってるかな、マイクロソフトの。では九州か、結構広いな。まあ一遍で回らなくてもいいんですけどね。シコシコもしてるの、シコシコとデリの話はもう飽きたよ。シコシコとデリの話はな。ん？何が渡りたい？お、昆布だ。これ完全に歩道に干してありますね。そんなに人が通らないってことだろうけど。あ、ここにも飛島街道ってどこだっけ、なんか聞いたことある気がするんだけど。上を昆布を歴殺しながら、昆布は北海道の方でもかなり今の時期だったかな。あ、またやってる。あ、こっちは出来上がったとこですね。小さくなってるな。うん、好きだったら本当に好きだな、そういう話題。うわ、本当に歩道が昆布だらけになってる。
隙間なし。ちょっと面白いですねこれ。もちろん OK というわけではないんでしょうけど、ちょっと面白いな。んあーちょっと今説明きそびれた。飛島の方ですよね。中の門戸はまあそうですよね、1枚くらい。ちょっと面白いほどでした。あー五所川原は今回スルーしてしまいました。細道、それじゃ感動じゃないのか。はあ、うん、衛生的にあの車の排ガスとかも確かに気になるんですけど、どうなんでしょうね。紙芝居はその通りです。もう電波が弱くてFMLE も繋がらなくなっちゃったんで通常発信でやってます。熊野古道はちょっと沢入りを走ったぐらいかな。なんとかの清水っていうところは通ったんですけどね。あとあの近くの川湯温泉が好きで2回行きました。ああ、うん、滑らか。うん、まあビデオカメラでも撮ってるんで GoPro っていうやつで、いずれ数ヶ月後に YouTube にアップします。いずれ数ヶ月後に。あ、福岡か。福岡で良かったところは、ん？今年は無理は、なんだっけ。ああ、アップロードの話か。そう、前に溜まってる分がですね、ん？壺湯。ちょっとそのあたりはすみません、地図が見られる状態になってから。何が男性ホルモン、男性ホルモンが多いことは聞こえた。たくさんありますね。結構人が映ってるところとかあるんで。あ、初見さんいらっしゃいませ。今ここは津軽半島冬景色です。違う、あれ津軽海峡か。さっきの津軽海峡冬景色の歌の日を見てきました。あたり一帯冬景色でした。ん、何をした。ん、三沢、あ、基地がある方向です、方ですかね。あそこまでは行けるかな。下北半島を回っておしまいのような気もします。わあ、綺麗に束ねてある薬指。あ、そうか、それ見せると結婚してるかどうか分かっちゃうじゃないですか。危ね危ね、見せません。ああ、昆布の時期か。ん、初秋。まあ季節で言ったら初秋かな。危ないですね。ボタン、ボタンを先に押してた人がいたんで。秘密の結婚が詐欺師。どちらかというと詐欺られる方じゃないかな。詐欺師、詐欺る詐欺られる。うん、指を、あ、なんかこういう手モザイクですね。あ、それなかったですね。えりも岬なんかはもう流れっぱなしで、人によっちゃなんか不評なんですけど、タピ崎のやつはちゃんとボタン式でした。いや、他のとこもボタン式になったのかな。人が来てるからずっと流れてたのかな。うん、あー、ちょっとすいません、今コメントいくつか聞き逃した。聞き逃したというか頭の中で再生できなかった。あ、自転車談義。自転車ハードの話は全然できないですけどね。さだまさしのコスモス。ん、あ、結婚。ああ、猫確か見てないな。最後に見た猫はわさおんとこの猫だ。味ヶ沢の魔法使いですか。それはあれかって聞きたいんですよね。秘密。ああ、港に、そうですよね、魔法使いか。魔法使いといえば
最近ニコ動のトップページに上がってた、トップページに出てた、歌うベルトの仮面ライダーの動画がちょっと面白かったです。なんか仮面ライダーウィザードっていうのが今やってるらしくて、なんかベルトが歌いまくってましたね。あれ歌ってるのベルトだよな。ホタテ、ああメグとかサリーとか、ん？小春日和、あれは秋でしたっけ？あ、かっこいい。その歌ってる歌が思いっきり日本語でいいんですよね。変身するときにシャバドゥビダッチ変身って言ってましたね。シャバドゥビタッチかと歌うんですけどね、ベルトが。なんかあの動画消されたみたいですけど、あそこまで突き抜けてるのはいいですね。ちょっと見てみたくなった。前作ってなんかフォーゼってやつでしたっけ？あれ見たことないんですよね。おお、そういう、ああいいな。じゃあ、ん？大相撲？大相撲歌ってたって聞こえた。ああ海沿いの町だな。ごめん。昨日、ああそうなんですか。小春日和の定義がよく分かってなかった。そうそう、おにぎりのやつ。うん。犯行の熱源何なんでしょうね。バーナー別に持ってるんじゃないですかね。私も確かに犯行の後、焚き火じゃないよなと思ったんですけどね。でもなんかガスコンロの上にあれが置いてあるのも不自然な感じだな。あ、海沿いの。なんかあって、ああ。とりあえず時間見ながら、フェリーの時間見ながら、勉強ですね。あ、しまった。トリップメーターリセットしてきゃよかった。残り何キロか分かったのに。今これ巡航速度が20近くあると思うんで、宿はとりあえずフェリー乗り場に着いてから、あ、おにぎり美味しかったですよ。フェリー14時。さっきのところ50キロちょいあったはずなんで、ガスボンベバッチリあります。平地走ってると知りたくなるな。14時です。なのであと4時間ちょい、それの2、30分前には着きたい。うん、ほぼ全部海沿いです。うん、あの事故は大丈夫です。どちらかというと人に迷惑かかって、あとはその現地の人に嫌な思いさせてしまうのが怖い。ああ昼飯はついてから、1日に長い時は6時間以上やってますね。最長で10時間ぐらいやったことあるかな、2枠で。ちょっと筋肉という意味ではなくて、私は別に痩せちゃいないんですよ。上半身だけ痩せて見えるらしいんですけど、腹から下はその分、蛇は出てもまあ、噛まれなきゃ大丈夫。ん？ジンさんかな？あ、フェリーは多分そのまま乗せられると思います。今から下北半島行きます。今津軽半島です。表示体系か。あ、便秘は全然今回ないですね。さっきもお通じがありました。お通じが。あ、ジェシーさんおはようございます。昆虫は割と平気ですね。ゴキブリだけがちょっとダメなんだけど、昨日は船虫がうじゃうじゃいる小屋の中で寝ました。テント張って。さすがにテントなしだとちょっと気になるけど、テントの上とか横とか、夜中も寝てる時にも上からボトッと何かが落ちてくる音とか、テントの壁の外を這い回る音がしてました。意外とうるさいなあいつら。
船虫何匹食べたかな。船虫は臭いらしいですよ、昨日のコメントの噂によると。スパイダーってあれですよね、スパイダー度が足りないんじゃないかな。とりあえず雲に刺されたりした方がいいと思うな。うん、詐欺の電話。ああ、バッグの中で何かあったっけ。そう、寝てしまえば大丈夫ですよ。テントがあるから船虫が食い破ってこない限り大丈夫です。船虫がどのぐらい歯が強いのか知らないけど、まあテントの敵じゃなかったですね。そう、船虫はゴキブリよりはだいぶ可愛い、比較で言うと、相対的に言うと。そう、束になって本当いっぱいいますよね。船虫のせいに、また船虫か。シワキアリ、顎強いやつですかね。引っ越す。今確かにテントの中に混じってるかもしれない。畳んだテントの中に。詐欺電話はないですね。これない。あ、本当ですか。あれ海猫なんですかね。カモメじゃなくて。つくっと。カラスはあの鳴き声ではないですね。今のやつは。え、青森いない？マジで。うん。虫が。私は今回虫が妙に多い感じがします。2,3 日前まで泊まってたところは雲がやたら多くて、あ、浜から来た食堂200メートル先、あれか。あ、見えてる、あっちの方に今から走るんだったかな。うん、北海道は札幌にいるというのは知ってます。フナムシとゴキブリはどっちが先輩なんですかね。今の形になった時代から言うと、それと北海道は知らないです、わかんないです。お、本マグロ丼とかやってる。どうなんの。うん、暑い動きの話題ですね。ちょっと喉乾いた。カモドウマはいなかったですね、昨日のとこには。今朝までのとこには。おはようございます。うまい。うん、あ、終わったんですか。そういや、ツールド秩父ってのも終わったんだよ。ん、ドイツの旗。うわ、危ない危ない。真後ろ振り返って少しバランス崩しかけた。はあ、うん、ベンチョコロギですね。どうぞ。かまど馬色で損してますよね。あれが緑色だったらまだあそこまで嫌われないと思うけどな。でも緑色だったら目立つか。はあ、そうかそうか。そう、 FMLE ダメでした。でもタピザキのところは放送できたかな。はあ、あ、これ右に急道がある。体感的にはちょっと暑いですね。まあでも真夏の暑さではないです。紐なんかカンカン照りではないので、ん、多い。あ、虫がかな。そう、わらじ虫も昨日多かったですよ。夜外に出て写真撮ろうと思って、そこら辺の杭をライトで照らしてみたら、人によっちゃ卒倒するぐらいのわらじ虫がたかってました。タッピーザキだと思いますよ。タッピーザキ灯台って書いてあった。
灯台の竜崎の先は埼玉の先でした。村人、まあ、あとは観光客は今は今日は平日だからいませんよね。ああ風向きは結構いいな。うん、昨日あれ FM エリアだからみたいですね。 FM エリアはバッファーで、すごくバッファーをためながら送るんで、回線が細ければ細いだけずれる。いいのは旅行がかな。いいでしょう。まだ丸々5日以上残ってるダンゴムシ。冬はすごいんでしょうね。確かに本州最北近くだから。でもなんか雪対策がそんなに雪対策っぽいのがないんですよね。道の駅松陰道入り口、吉田松陰の松陰の道ですけど、自分で発音しておいて松陰道に聞こえる。雪が吹き飛ばされるんですかね。ギア変えない方だと思います。立ち漕ぎとかで5日あれば自走で、人によっちゃ結構楽でしょうね。おはようございます。休みゴロゴロしてる、ゲームしてる。前はそうでした。信号機見てないな、久しく。信号機カラーは黒。これクロスバイクですけどね、マウンテンバイクにかなり、コンポもマウンテンバイクのやつだし、フレームとホイールがでかくなっただけです。そうか、イルカがなんかムツワンフェリーの写真、関連の写真でイルカの写真があったな。遠くは無理が、なんてお、キャンピングカー集金どうかな。お、昆布と猫。気づきもしねえ。よくはどうですかね。ダジャレで扱った方がいいのかな。猫ノーチャイで、そう、ああ逃げた。お、クジャクチョウだ。あ、違うか、クジャクチョウじゃないか。あれはクジャクチョウ。結構そこら辺にいる割むちゃくちゃ綺麗。ちょっと猫には逃げられました。冬に、映りました。釣りましたね。キツネ。そうだ、昨日の夜私はGoPro でだけ録画しながら下ってる時だったんですけど、地図で場所チェックしてる時に目の前をさーっとなんか動物が逃げたんですが、あれ多分タヌキ。チャッチャッチャって犬の足音みたいな足音させて、小柄でなんか黄色茶色っぽい色してた。義経海浜公園、おにぎり用若菜昆布。何の写真。ハクビシンでは多分ないと思いますけどね。でも確かに見た目ではハクビシンかどうか分かんないな。顔見れば分かりますけどね。ハクビシンは確か私はまだ野生は見たことなくて、アナグマ見たことある。アナグマは霧ヶ峰で見た。犬ではなかったと思います多分。ロードパンクはしやすいってことでもないと思いますけどね。よっぽど変なとこ走らなけりゃ。アナグマはタヌキとアナグマ一緒くたでムジナって呼ばれてたらしいです、ウィキで調べたら。でアナグマの方がなんか潰れた感じで、潰れた形してて
なんか愛嬌あるんですけどね。まあ、タヌキも可愛いけど。アナグマは結構ふさふさしてます。お、いらっしゃいませ。おはようございます。大学生ですか？ありがとうございます。ハクビシンよりは美人の方が好きかな。アナログでどれで言いましたっけ、私は今。アナログ？アナグマと間違えて？ああ、サイドカット。ビシンは3日で飽きるが、一生は釣りでしたっけ？アナログマ。私はアナログマを公式キャラだと思ってた人間です。来年、お、トシコの店。とりあえず目に入ったものに口出してるだけですけどね。トシコの店。美味しい焼きイカか。秋田美人。ちょっと入ってる時間、惜しいな。美人、トシコっていうと、トシコ宇宙へとか思い出すな。漫画ネタで。そう、マサルさんの。クズリは確かイタチ類でしたっけ？クズリは多分ボドモドの漫画のキャラクターのイメージが強いんじゃないかな。あ、いらっしゃいませ。おはようございます。ゴム人間。パンクしてない。ツーリングしてる人出会いました。昨日は青森一周してる桜井さん、弘前大学のお笑いサークルの部長やってる人と会って、その人は変則なしのママチャリで、標高差500メートルで勾配10%とかの峠を越えてました。そうで、1分だけ会った女性のサイクリストの人がいて、その前がビアさんですね。そのままチャリで。でも若さだなとか言いませんよ。若ささえあれば誰でもできるわけじゃない。あれは個人の資質だと思います。同世代か。私の年の半分強でした、年齢でいうと。で、あとビアさんは昨日の夜家に帰ったそうです。確か埼玉の方だったかな。資金。ああ、まあ確かに旅行は金はかかりますね。移動費と、あと宿泊費と。まあ、宿泊費はある程度装備揃えれば節約できるけど。あ、もうすぐ駅か。あれ、駅どこだ？ちょっと本州側の一番端っこの駅は見ときたいな。おう、出会い面白いですよね。コンビニだ。チビタのおでん売ってる。最近はいろいろ。あれは何の木？来た。10時か。これは試験放送です。これは試験放送です。こちらは防災？与党側浜は何？やってますね。ああ、楽しく。ただ、五能線の駅は軒並みなんか駅名禁止になってましたね。何看板？全国。10時でしたっけ？ 10 時半じゃなくて10時でしたっけ？
ないんだか、あれ日本か、そこ。確か大阪でなんか携帯の方のテストもありましたよね。おお、なるほど、だったんだ。今更言うか。さて今のとこペースどんな感じかな。あと4時間か。DVD。うん、あ、工事。返事します。タイムシフト見てる人、こんにちは。あ、アップダウンが少しあるところかな。北海道、子供注意。まあそうですね。そう、海岸沿いで、内陸側は結構登るんじゃないですかね。三厩駅。駅はどっち方向なんだこれ。一応渡っとくか。駅はこっちでいいんですかね。青森と北海道、ああでも結構北海道似てるなと思うところあちこちありますね。ただあの矢印がない道路の。Jアラートっていう仕組みなんですか、今のやつ。今ですか、この仕組みというか活動というか。多分ここもとんでもなく小さい駅だと思いますよ。住みよう。ああ面白みが面白みが。カメラの水はあの一晩乾かしておいたんで多分大丈夫です。あれ駅こっちでいいのかな。いいような。あ、初見さんいらっしゃいませ。なんか今ガサっていったな。今日も結構、今日は結構暑いです。昨日までは雨でしたが、はあ、今のところ筋肉痛はそんな感じないですね。意外と昨日峠越えたけど、まあそんなに大きな峠じゃないですけどね。矢別峠ないぐらい。ああ、虫の音。そうですね、どっちに駅。1週間後。なんか多い、出てこいみたいだな。そう、日数経ってくるとちょっとショックですね。1日にまあ5、60キロから頑張って100キロかな、はあ、意外とでかいな、はあはあ、あ、なんか店がある、のかな。平日かどうか関係あるのかな。海沿い離れて今駅見に来ました。本州最北端の駅なのかな、これは。下北半島の方駅、あの線路あるんだっけ、はあ、中は、ああ、やっぱり普通の小さな駅舎ですかね。うん、ローカル線、ローカル線というのか。でも北海道と行き来できる駅ですよ、ここは。一駅先は北海道ですよ。はあ、よ。駅っぽく、あ、そうかな。ちょっと、ここに自転車を行って。友人駅だ。
その北の方がやっぱありますか。これぞありますかね。駅員さんの今いますね。コーヒーはこれ。どちらも1日5本。上り到着時間。どういうことこれ。あれ？蟹田青森方面。あれ？蟹田駅と青森駅しかない。これはどういうことですかね。もしかして鈍行は北海道行かない？青森駅と蟹田駅しかないです。なんで一方向だけなんだこれ。上りしかないです。行かない。鈍行車北海道渡れないのか。別の線路。これ終着駅。終着駅だったのか。なるほど。知らなかった。終着駅だったのか。なるほど、わかりました。来てみて初めて知りました。確かに線路ここで切れてるな。いや、戻るというか、本当に見に来ただけなんで。そう、あんまり走ってます。北海道と似てるところも結構あると思いますよ。やった。 アンドロメダ、涙の、なんか終着駅っぽい、その終着駅を演出するようなものはないですね。飛びます、宇宙へ。あれ、ちょっとね、なんか無人駅とかだったらホームに入っても、見とがめられないんですけど、今のところは何か言われるかもしれない。松久高崎、松久って駅名だったっけ。通ったとしたら忘れてるな。最果てですね。白猫&黒猫。そう、カラスも結構目立ちますね。門司港駅は、あれは別格ですよね。白&黒猫。逃げるだろうな。逃げるよな。むちゃくちゃ警戒してる。枕崎も結構いい感じでしたね。しかも私はあの時、雪の枕崎駅を見てしまった。じゃあさよならとか、ゆっくりしてる場合じゃない。ちょっとシャムっぽいですかね。いや、色だけで毛並みはあんまり普通の猫っぽいですよ。あんまり普通の猫っぽい。ゆっくりしてる場合じゃないんだ。だって雪降ってたもん。本当に降ってたもん。雪が降るのあれ何年ぶりだったのかな。成田。海岸線沿いに行きます。今のところから輪行したら確実に14時間に合いますけどね。いや、今日中に、いけるいける。疲れた。これ風力発電の羽か。イエス、BGM なし。気分転換。北海道には今回行かないです。湾を横断する船に乗るんです。
100年に、おっと、内陸行ったら近道とはありますよね。でもだいぶ登るんじゃないかな。よく調べずに行ってますが、ああなんか今別とかいう地名がすごく北海道っぽい。なんとか別っていうのは川って意味だったかな。足別とか、あと何があったっけ。気分は最高、結構いいですね。今のとこ疲れも出てないし、天気もいいし、風もちょっと追い風っぽいし。でもちょっとフェリーの時間に急かされてるのが若干精神的に。ああ登り別、そうですね、カモメでけえ、逃げねえ。別腹中標別、あ中標別ですよね。中に標識の標に津。でもあれも多分同じ別なんじゃないですかね。元アイヌ地名の意味は。サックルとかいうのもなんか 2つ3つ漢字や当て字のバリエーションがあるけど、おそらく同じ語源じゃないかな。あ、モツナフェリーの表示出た。あと何キロ？出てないや。そう、クロスバイクです。千葉北湖。え、本当に？シカリ別湖ありますね。あそこも綺麗だったかな。シカリ別湖ってどれだっけ？シカリ別湖と、あとホロシカ峠があって、シカリ別湖ともう一個並んでるの何だったかな？あ、こんにちは。青森県です。津軽半島です。あ、この道いいですね。映像来てるかな。別光雨、あ、線路だ。1日5本の列車が見れるといいな。あ、門別。門別も2箇所ありますよね。門別は、オホーツク海沿い側と、あと南側の、あ、紙芝居。まあ、仕方がない。昼飯は、途中どっかで、シャリ別、シャリは知ってるけど、シャリ別は知らないですね。離別。離別。空気は割と涼しいな。分散状態。別海は確か牛乳とかあるとこでしたよね。別海牛乳っていうのは、トドワラの近くでしたっけ。別海のつけ先の人種差別？うん。6畳。別海は牛乳三角パックのやつをのつけ先で買って飲んだことがあります。別海牛乳。高校の特番？高校。あ、牛乳を。おお。こっちの方の鳥居って山梨とかでも見る、足に補強されてるようなでっかいやつ。
表現難しいな。胃腸は、いや、そうでもないですよ。牛乳は、そう、のぼり別。牛乳は平気なんですけどね、腹痛には良くなる。60km 店、上り速度みたいですね。別海ミルク、うん。あ、宮島もあれでしたっけ。あ、じゃあ宮島みたいなって表現すればいいか。あ、厳島神社の、ああ、そう、あそこもそうでしたっけ。ああ、そうだったかも。あれも多分形式の名前があるんでしょうね、きっと。いや、喉乾いた。しかしこのイロハスのオレンジは結構甘さが口に残りますね。あ、津軽弁。青森来てから結構宿の人と喋ってますけど、鉛がある人はやっぱり結構聞き取りづらいですね。泊めさせてもらった例の宿でも、言われてることの4分の1ぐらいちょっと分かんなかったかな。ご説飲んでばっか。今はなんか飲みたいだけ飲んでいいという風潮らしいので、昔はそんなに飲んだらバテてしまうぞっていう話があったらしいんですけど、今はこまめに水飲んだ方がいいらしいですからね。だから私は好きな時に好きなだけ飲んでます。どんな風に立ち止まって、あ、そう、福岡弁はですね、家族に対してか、あとは下後輩とか、いわゆる目下の人に対して喋る時しか出ないですね。3、お、ラーメン屋さんだ。日立の家電、大ちゃんラーメン。自転車保管は今はアパートマンションの玄関の中だったのが今外に置いちゃってますね。壊れたマウンテンバイクの先進論。塩分一緒に、あまり強いですよね。今なんか一気にコメント来たな。またなんか切れてたのか。一緒に寝てます。店ありますね、この辺り。あ、ガブ飲み。やっぱ平地を淡々と走ってるのは割となんか疲れるというか、知りたくなってくるな。塩分、でも塩分取らなきゃいけないほどって感じたこと、今のところほとんどないですよね。塩分が足りないというふうに感じたことがない。相当汗かいてるんですけどね、夏とかは。ああ、マサルちゃんラーメン。あ、今の大ちゃんじゃなくてマサルちゃんって読むのか。ご存知の方ですかね、今の店を。あ、そっか、マサルちゃんラーメンってこれ読み上げが読んでるだけか。あとは、何しようとね、自転車旅行。マサル J リーグカレー。あ、定期的に、そうですね。今なんか駅飛ばしたかな。まあいいや。
とりあえず水のフェリーに乗りたい。乗り出した。手遅れ。寝てるうちに台所に行って。あ、良くなってきました。どうとか。自転車はクロスバイクです。ビアンキのカメレオンテ3の黒いやつ。割と市街地ですね。あと北海道新幹線の奥津軽駅のイメージって図があった。ソースの匂い、今のソースの匂いなんだ。焼きそば系のソースの匂いがした。線路沿いに行ったら道の駅とかもあるんですね。基本宿は民宿に泊まるか1日おきに野宿ですかね。距離短い。どうしよう、内陸に行くかな。見たところ川沿いだからアップダウンもそんななさそうですね。朝虫。青森で有名な料理はイカ焼きしか今のところイメージないな。だいぶ近くありますよね。どうだろう、内陸行くのと外行くのとでどっちが見逃し多いかな。あ、縦信号ですね。津軽線沿いに行ってみようかな。ちょっと時間も押してるし。あ、自転車に。海沿いだとアップダウンもちょっとありそうなんですよね。内陸だったら割と安定してると思うけどな。フェリーの時間14時です。ん、ババそば、味噌ラーメン、汁味噌。小国峠、小国峠っていうことかな。標高どんぐらいだ。地形には線路沿い、でも昼食食ってる時間多分なくてフェリーのとこに着いてからだと思うんですよね。電波ある方どっちなんだ、どっち電波あるか分かりません。で、この小国峠、小国峠っていうところはトンネルがありますね。このトンネル、このトンネルむちゃくちゃ長くないですか。あとこれって青い線だから有料道路じゃないのかな。ちょっとツーリングアップで見よう。あと4時間。そうですね、松前ラーメンっていうのは見てないですね。海岸線が輪行できないんですよ。内陸の方が線路沿いなんです、ここでは。108ページ。今これが111ページだから3つ戻して、111 110 109 108。便利。一般道トンネルない。だー、おかしくなった。メロさんが、小国峠は176メートルか。まあそこそこかな。どうしよう。
メキシコはそうですね。いや、私が考えます、自分で。峠はそこそこ登りますね。うん、176メートル。悩んでる時間、いや、大丈夫。あと何キロだっけ？最短距離で行くと、時間的にそうです。まあ、きつさ的にもそうですけどね。こういうの道順、最短距離で行くと、あと、海沿いに行って35キロ。でも内陸行ってもそこまで縮まらないよな。海岸沿いのが。ちょっと待った、ちょっと待った。ここへの道順。経路。内陸だと10キロぐらい短いですね。24キロか。内陸行ってみるか。よし、内陸。35キロ。アップダウンが細かいのはちょっとあるんですよね。内陸行ってみるか。線路沿いの道は、難しいの、どれが線路沿い道ってどれだ。